ジャン・ビクトル・ポンスレは、フランスの数学者、工学者。社営機科学の復活に貢献した。フランスのメスに生まれた。父親のクロード・ポンスレは、メスのパルルマンの弁護士だった。ポンスレは幼い頃にサンタボーに送られ、そこで、オーリエ一家に加わった。リセとエコール・ポリテクニークで、奨学金を得て、エコール・ポリテクニークでは、ガスパール・モンジュの下で学んだ。 1810年にメスの公平学校に入り、公平将校となって、1812年にはナポレオンのロシア遠征に従軍した。そしてスモレンスクの戦いで戦った後、クラスノイの戦いで倒れているところをロシア軍に助けられ、捕虜となった。サラトフの捕虜収容所に収監されたポンスレは、そこで射影機科学を研究し、 図形とその影とに共通した特性の研究を始めた。これらの成果が1862年から1864年に出版された2巻からなる解析学と幾何学の応用である。また、塩水曲線を研究し、ジェルゴンルトワ独立に相対原理を発展させた。1814年にフランスに創刊されると、 ポンスレはすぐにメスで公平の職務を再開した。1824年、エコールポリテクニークの力学の教授に指名された。そこでの講義の中で、物質が繰り返し圧力をかけられることによって、機能を失う様子を説明するため、ポンスレは、ファティーグという言葉を作った。また、タービンと水車の設計に特に興味を持っていて、1838年まで、 作られることはなかったが、水を外側から内側へ流す水車を1826年に提案していた。さらに1829年の著書、イントロダクション、エーラメカニークストトリエルの中では、仕事から運動エネルギーの定理を証明し、その広い応用性を実証している。ガスパール・ギュスターブ・コリオリも同時期に同じ考えを展開していたが、 この業績はポンスレを歴史上で最も影響力のある工学者にした。ポンスレは力と平心運動によって生まれるものとして仕事の概念を導入したと考えられている。ポンスレは1835年にメスを離れ、1838年にソル・ボンヌの力学教授になった。1848年からは将軍に任じられ、エコールポリテクニークを指揮した。 1850年、数学研究に身を捧げるために政務を辞した。1867年、ポンスレはパリで没した。その翌年、科学アカデミーの数学部門のポンスレの公認には、サンイコールブナンが選ばれた。フランスの仕事率の谷、ポンスレは彼の名にちなんだものである。ありがとうございます。